どうも、トマトです。さあ、今回はこちら、罰ゲームチャレンジとして、はい、ロックマン X、こちらの方をやっていきたいと思います。はい、チャレンジ内容はですね、ゲームオーバーにならずに、8体のボスを倒すということで、はい、やっていきたいと思います。もし、チャレンジ失敗した場合、はい、こちら、はい、ビレッジヴァンガードさんで買ってまいりました。デスソース仕様の柿の種。こちら全部食うのはちょっと辛いんで、まあ一つかみ食べて一気に全部食べたいと思います。それでは早速ゲームの方プレイしていきたいと思いますので、ご覧ください。ではこちら、ロックマン X の方を始めていきたいと思いまーす。はい、チャレンジとしては、最初の面とあと、8体のボスですね。こちらをゲームオーバーにならずにクリアするということで、はい、早速ですが始めていきたいと思います。これはですね、ロックマン X の思い出としては発売日、そうですね、これ発売日に買いましたね。はい、で発売日に買う予定だったんですけど、ちょうどこれが当初予定の発売日っていうのが私の誕生日の日にちだったんですかね。ですごい覚えてるのが、初期不良かなんかが発生したんかな、まあ、なんかで確か発売日が延期になっちゃったんですね、前日にギリギリになって。でその結果、私の誕生日に、買ってもらえずに、なんかすごいなんか機嫌が悪くなってた記憶がございます。はい、というちょっと思い出の品なんですけど、以上。ちなみにまさに今これでやってるソフトですね、これまさにその発売日に買ったものですね。このソフトは今、買ったものを大事にずっとまだ未だに保管してるゲーム、結構私一回ゲームソフトってほんと昔もう1000本以上持ってたと思うんですけど、記憶によれば一回全部手放しちゃったんですよね。なんかすごい一回処分して、でゲーム機ゲームソフトすごいレアなやつもいっぱい持ってたんですけどね、それも全部手放しちゃったので、手放さなきゃよかったなって今思うと、おお危ない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 集中集中。スーパーファミコンはね、あんまりやり慣れてないんですよね、実を言うと。あ、ちゃちゃちゃ。なんでかというと、すごい話したことあったかわからないですけど、スーパーファミコンってあれなんですよね、私当初世代としてはスーパーファミコン世代なんですが、スーファミ世代なんですが、その結局兄弟がですね、兄がスーパーファミコンを独占してたんで、ファミコンしか待ってなかったので、やるものがで、ファミコンを、あ、やばいやばいやばい、ああ、危ない危ない危ない。知るとこだった。で、ファミコンをずっとやってたことから、ちょっとファミコンすごい好きになったんですけど、逆にスーパーファミコンはそういうのがあったんで、嫌いなんですよね。はい、ということで、これゼロが出てきてくれて、助けてくれましたね。ロックマンじゃない、X か。はい、ということで、とりあえず、なんかもう危なっかしいですけど、いきなり最初から、なんとかクリアしました。いや、ほんと久々にやるんで全然ダメですね、操作方法がファミコンとか手が違うんで。さあ、ではまず最初はやっぱこのペンギンさんですね。もうこのロックマン X もボスキャラの名前も全然覚えてないですけど、なんだかな、IC ペンギン号ですね。はい、このペンギンさんちょっと倒していきたいと思います。で、このボス、このエリアは確か記憶によるが正しけだ。あーあーあーあああ
記が正しければ確か面の途中にワープアイテムがあったと思うので、ね、これでフットパーツだった気がするんで、これを取るとダッシュジャンプができるのと、あとスライディングですかね、ダッシュができるようになったような気がします。なあ、もうこれまだ死んではいないですけど、もうこのチャレンジ成功する気がしないですね。昔の記憶でやってるんで、ああ、ありましたね。なんとなくどこにどの武器っていうか強化パーツがあったかは覚えてはいるんですけど、まあ、順にとりあえず、そうっすね、はい、これでジャンプができるようになれるんですね。ああ、で、これ、ロックマン X については、今までのロックマンシリーズの E 缶ではなくて、サブタンクが確かあって、エネルギーが満タンになってる状況で、ライフ、ライフアイテムを取ると、よいしょ。ライフアイテムを取るとあれなんですね、どんどんそれが溜まってって、で満タンになったらそれを使うと全回復できるっていうものですね。ああ、はい、よ、ああ、そろそろボスだった気が、ああ、そうですね。はい、なんでまず最初のボス戦ですね。で、ここ、ロックマン X シリーズは、ライフアップのなんかコマみたいな、変な赤いやつ取ると、体力、HP ですね、が、ちょっとずつ増えていくんですね。はい、ということで、このボスはすごい単純だったんでね、どの武器が誰に効くかとかが全然記憶にないですけど、どうだったかな、確かこれが確かこいつだった気がするんだよな、たかな、この変なゴリラ、このゴリラが効くんじゃなかったかな、スパークマンドリラ、あ、これ効く、ダメージ食らうか、考えれば、ダメージ食らうか、あー、止め方、あー、おお、あー、でも優しいですね、これちゃんと暗くても、ちゃんと、あー見えるんで、
危ない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 。そうか、ロックマン X は、はい、え、嘘、死にましたね。死んじゃった。意外とロックマン難しいですね。 X もチューボスの存在を忘れてたな。ちょっとやばいな。
はい、ということでですね、こちら、はい、食べていきたいと思います。まず、この方開けます。匂いはどうですかね。うん、おう、うん、うん、はい、特段何も違和感はないですね。今ざっくり、ただ食べたことないんですけど、まあどうですかね、まあこれぐらいでいいですかね。見ますか。はい、じゃあこんだけでーす。はい、じゃあ食べていきたいと思います。はい、あとから下に行きますね、これ。ああ、うん。噛むと下に行きます。で、あと、口に入れた一発目、ちょっと、辛さでですね、むせますね。ああ、辛。あ、でも、んな。まあ、でも、食べれなくはない。けど、辛いです。うん。はい。お酒があるといいかもしれないですね、これ。ああ、辛。うん。お菓子のハバネロあるじゃないですか、リングの。あれよりは辛いです。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回、トマトの休日は、全く罰ゲームチャレンジ成功しないトマトです。こうなったらエジでもですね、はい、一回でもいいんで、成功したいと思いますので、成功するまでひたすら罰ゲームチャレンジの方、チャレンジしたいと思います。この動画が良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。